皆さんこんにちは、ナディヨシです。今ね、今ナイアワンね、ターミナルワンに、いるんですけど、実はね、ここで僕と奥さん娘たちはお別れです。バイバイ、バイバイ、ね、それで僕はね、今から甥っ子のネルウィン、そして義理のお兄さんの、クヤロナウト、彼と一緒に、バターンにあるビッグダディファームリゾートね、そこに今から行きます。そして奥さんと子供たちはこのね、セキュリティガードをやってる甥っ子のジンボーイ、彼はね、日本にも来たことあるね。ね、まあ、Can you speak Japanese? もうがん、もう日本語忘れちゃったって言うけどね。みんなね、みんな家族です。じゃあね、ここでお別れして、僕たちはバスで、またに、レッツ、今ね、こうやって、従来ドカーって言って、今、空港にいるんですけど、ね、やっぱりこうやってね、タクシーを、携帯で呼ぶことができるんだね。ね、僕はあんまりこういうことやったことないけど、でこのあとね、二手に分かれて、行きます。アミラユキ、はい、バイバイ、はい。Pinagbuhatan. Sumunod ang pinaka main source, Marlica. Marlica. Pinaka main, no? Benet yun ako lang. Ah, Marlica. Maraming takot dun eh. Ewan eh. Tuloy, yes, I did. Tempura da yan eh. Tempura. Yes, this one is one. Yes, Direct. Racing. Nero, what call here? What name? Bus. San Agustin. Hmm? San Agustin Terminal. San Agustin? Ah, yes. Fabulous 行きですね。今やっとね、パサイにある、What name here? パサイ？ジェネシス。あ、じゃあジェネシス、パサイにあるジェネシスバスターミナル、そこにね着きました。で、バターンのマーベラス行きのバスに、乗って行きます。いいね。このローカル感がいいね。今ね、さっきトイレ行ったんだけど、まあフィリピンよくあるんだけど、こういう公共の場所でトイレを借りたりするとね、5ペソとか、ちょっとね、コインをあげて、それでトイレをしたりしてね。よし。いろんなね、テンダハンね、お店がいろいろありますよね。はい、今ね、
バスに乗り込みましたけど、今時間はね、フィリピン時間で、夕方の5時3分、ね、バス乗ったんだけど、大体フィリピンの、ね、スタイルはみんなお客さんがこれ、ね、いっぱいになったら出発するんだよね。日本みたいにもう何時になったら出発っていうスタイルとは違うと思います。バスにはねテレビもあってエアコンもあって、そしてね、このバスはですねマーベラス行き、バターンのマーベラス行きというのに乗るんですけど、途中でもちろん、目的地の、ビッグダディファームリゾートの近くの、バス停で止まります。そこまではねだいたいこのパサイから420ペソということです。間もなく出発だと思います。I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back.Staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Maybe I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Maybe I can take it.今9時前、フィリピン時間で8時40分目的のね場所に着きました。今ね、ビッグダディリゾートのカズさんに連絡をしましたね。なんかねトライシクルでもすぐね、近いようなので、トライシクルで行くか、それかカズさんが車で迎えに来てくれるか、今連絡待ちです。バスの旅とても快適でした。まあねほとんど寝てたんだけど、安全だし、エアコンもあって、とても快適な旅でしたね。あとはね、ちょっと、まあ、遅くなったんですけどビッグダディに行きたいと思います。それではラペーマガンダこれ負けたこれでいいじゃん。皆さん、おやすみなさい。今ね、1時51分、ちょっと飲んじゃいました。酒の弱い俺が飲んじゃった。もうカズさんね、楽しんだみたいだから、また明日ゆっくりね、カズさんといろいろ話したいと思います。皆さん、おやすみなさい。